の富士に安田、さあバンナとどう戦うか安田、バンナ臨戦探知制注目の始まりだ。微妙なところで、うん、なるほど、うん、さあ足をかけていく安田、それをかわしていく、ショコダイナとばかりに返していったバンナ、さあ第1ラウンドは膠着状態のままでいってしまうのか。安田さん、あのクラッチ離して、ええ、逆にバックに回るような感じでいくとバック取れるんですかね。そうですね、ロサンゼルスで安田今回充実の稽古に出向いてタックルの基本からやり直してまいりました。闇雲に出ていくことを信条としていた安田が一皮むけた。今夜はバンナに対して一か八かの自爆テロ。安田がとにかく勇猛感にバンナに突っ込んでいけば、見ている男はシンパシーを感じる。おっと上になった、マウント、バンナの方がマウント。さあクラッチ状態、安田、安田がしがみついてのクラッチ状態、パンチ食らったら終わり。さあ安田がしがみついている、場内どこかでまだ娘が見ている。さあ上から振り下ろす、この状態からでは頭しか殴れませんからね。そうですね、頭ではね、あまりダメージ与えることはできないですよ。かろうじて安田は防御してるわけですね、はい、さあここで第1ラウンド終了。思っても見なかった展開、バンナが上になった、安田がしがみついている。桜庭さん、はい、第2ラウンド安田はどんな動きに出たらいいんですかね。どうですか、やっぱり1ラウンド目と一緒で離れちゃうとやっぱりバンナ選手の方パンチ強いんで、やっぱりくっついて倒して上になっていくしかないと思います。そうでしょうね、まあ、しかし角田さん、その一方のバンナも体は柔らかいし、はい、この寝技対策、テイクダウンからの流れの対策を分かってるんで、パーンと体を入れ替えてきますよね。ついてましたね、ただ安田選手の前に出るプレッシャーが尋常ではないのでですね、はい、いかにそのバンナの一撃必殺のパンチというのもですね、下がりながら打つパンチというのはですね、やっぱり、ね、効果が半減してしまうんですよね。最終決定打にはならないと、はい、そういった意味では両軍の恩大将、石井館長、そしてアントニオ猪木、どんな心境でいよいよ第2ラウンドを見つめていくんでありましょうか。セコンドには剣舎ブロックがついているレバンナサイド。さあ安田どっかりと腰を落として、なんとしても第2ラウンド、もう一度バンナに突っ込んでいって自爆テロ状態捕まえて状態を上にしたい安田。かつてレネーローゼのハイキックを受けて記憶が飛んだ安田。おっと鼻血が出ている、バンナも鼻血が出ている。鼻血出てますからね、バンナのこんな表情風情を見たことがない。バンナと
と安田すさまじい予想外の展開。両雄のいいところが出ている第2ラウンド。ジェロムはパンチ下から打った方がいいと思いますよ。はい、ヨキッチまた捕まえた。安田がまた捕まえた。テイクダウン、足をかけていった。さあ今度は安田が上体が上になった。古崎さん、はい、ゲームサイドですけど、はい、基本からは立って勝負して、はい、で妙談になった時はペースを気にしろっていう指示が出ています。ギロチンチョークの状態から、そしてマウントを取れるか。おっとハーフ、おっとハーフガードの体勢、これを切れるか。安田しかしながら首ついていった。さっきと逆の体勢だ。ネックロックの体勢、先ほどのギロチンチョークは若干効いたか。旦那この状態から肩固め、この状態から肩固め、旦那を仕留めることができるか。どうだ桜庭さん、まだ完全じゃないですね。多分まだ少し隙間があると思うんですよ、ね。さあこの状態から肩固め、さあパンチで牽制する側頭部。バンナに対して逆に安田がパンチで牽制。完全にバンナ対策を分かってきた安田の沈着冷静な動き。ハーフガードを決めているジェロム・レバンナ。さあここから膠着になっていくのか、それとも試合がいきなり動くのか。バンナが返すブリッジの体勢、あるいは腕を使ってエビの体勢から、いずれにしてもスイープを狙いたい。ジェロム・レバンナ返していきたい。さあギロチンチョーク、あこの辺り、そしてパンチで牽制。これは後頭部だ。もう一度肩固め、サイドポジションを取れるか安田。さあ有能感にレバンナを追い込んでいる安田。前線だ、安田の前線模様、肩固めをなんとか決めたい。バンナの太い首でなんとかそれを返していこう、捕らえようという状態。安田の首にもバンナ、おっとヘッドバットか。血が見えている、血に飢えたレバンナの鮮血が見えている。安田が肩固め、首を決めていくか。おっとここで返していくかバンナ。もう一度ギロチンチョーク、もう一度ギロチンチョーク、ギロチンチョーク、ギロチンチョーク。バンナがタップした、バンナがタップした。まだ娘が泣いている。安田が立っている、そして安田が生きている。安田がバンナを倒した。気が上がった喜びの張り手。安田と猪木の愛の歌、安田と猪木の愛の歌だ。安田引っこ抜かれて立ち向かって投げられて、今日も運ぶ、戦う、そして食べられる。でも愛してくれとは言わなかった。今ね、なんかね、本当感動的なシーンでしたね。僕は安田選手と実はね、はい、一緒に練習したことがあるんですよ、はい、なので、ね、彼の人となりというのは僕もよく知ってたんで。